何杯でも食べられる。まだ。こんにちは、ヨッシーです。アミです。今、京都市の左京区に来ております。やってー、イエーイ。今日はね、京都の激うまラーメン、麺屋すぐろさんにね、ラーメンを作ってましたと思います。やってー。ここの浜辺で弁当買ってたわ。すごいシンプルなお出汁。最近こういうシンプルなラーメンちょっと少ないです。チャーシュー食べます。すっごく塩はあっさりしてるけど、麺が欲しいからすぐに食べます。用意いただきます。めっちゃあっさり、めっちゃあっさり。でも仮想は効いてるね。非常に美味しい。 Thank you.
でいいって。麺が独特の美味しさがある。さん行ってきました。めっちゃ美味しかったです。もうびっくり、あのあっさりラーメンで、あれは何って。割とあっさりなのにね、あのパンチがあってとっても美味しかった、うん、麺もね、なんか特徴的にツルツルのシコシコ麺で、うん、ちょっと他のないな、うん、何杯でも食べられる。まだ食べられる。まだ食べられる。ちょっと肉飯が残念やって食べれなかったのが、そうそう、肉飯が売り切れててね、食べられなかった。また食べに行きたいと思います。また行きたいと思います。ぜひ京都に行けたらスグルさん行ってみてください。ありがとうございました。バイバイ。